フリーデンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区のフル郡に属す、町村である。町の東部は、西のフォーゲルスベルク山地の死脈と東のレーン山地とを結ぶ、尾根の間のフリーデナー盆地に位置している。町の南部の地区は、ウンテラーフォーゲルスベルク山地に属す。混交林と農耕地を持つ、この中べく山地は、最高地点として、 ブーヒエンドウと近郊のクネッシェン及びオーバーシュトルク近郊のシュトルカーキュッペルから周辺地域の広い範囲を望むことができる。長域の20%にあたる約1000ヘクタールが森林である。主有フリーデン地区の西部をマークトローザーバッサーが流れている。鉄道強化の TBE 体育館近くでマークトローザーバッサーとカウツァーバッサーが交流しフリーデガーになる。この川は フリーデタールを北のノイホーフに向かって流れ、ブロンツェルの高台で古田川に注いでいる。フリーデンは古田郡の南端に位置しており、北はノイホーフ、東はカルバッハ、南はシュルヒテルン及びシュタイナウ、アンデアシュトラーセと境を接している。自治体としてのフリーデンは田舎町であり、主有のフリーデンの他、ブーヒエンローとデンゲスミュレ、ヘイフーントハイとマークトロス、 リュッカース、シュベーベン、シュトルク、シュトルトの各地区からなる。マルク・フリーデンは806年に現在のシュベーベン地区の住人の古田修道院への寄進状に初めて記録されている。9年後にビュルツブルグ市教、ボルフガーは古田修道院、ラトガー修道院長にフリーデン住民の10分の1税調税権を委託した。1 2年12月29日。 小集落、ランゲナウが東フランク王、後の皇帝ハインリヒニセイの文書に初めて記載された。ペールでの王宮で作成されたこの文書中で、ハインリヒニセイは、古田修道院のブラント院長の要請に応じて、明示された地点を教会として、森を寄進すると述べている。リュッカース地区は、マルクバルト修道院長のゲスタマルクバルディアバティス2160年に、 初めて記録され、1244年には、教会区について、初めて言及されている。この教会区は、フリーデタール全域をカバーしていた。マルク・フリーデンは1250年から、領主修道院長ハインリヒ四世イフォン、エルタールによって設けられた、ノイホーフ城の行政管区に編入された。フリーデンは、中世世紀には、都市圏や市民圏を有する行政。 四方の中心地であった。フランクフルトからライプツヒに至る、古い交易路であるビア・レギア・ソイという交通の便が、良い、この集落の立地は、利点と欠点を共にもたらした。一方では、食料やサービスを旅行者に提供したが、他方では、軍隊が通過することで意図せず軍事行動に関わる、こととなった。1359年にカウツを呼びヘイフーンとハイトが、 1366年にブーヒエンドートが1386年にマークトロスが初めて記録された。1465年、それ以前に閉山されていたフリーデンの東に位置するアイゼン・キッペルの鉱山が再稼働した。現存する最も古い1644年の教会大帳には教会の用務員と教師がおり、教区内全域から合わせて53人の生徒が 記録されている。数年後には、リュッカースの文行が記録されている。1708年の土地台帳には596人の住民と何らかの都市圏及び市民圏が記述されており、この町の重要性が増していたことを示している。18世紀初め、この町は、ペスト化に悩まされた。この薬病は2年間続き、多くの犠牲者を出した。1716年、 生き延びた住民たちは、正十字架発見の祝日を祝日であると同時に、犠牲者追悼の日とした。この伝統は、現在も続けられており、フリーデンでは、1716年に、ペスト化を記念して始まった、ペスト十字会の更新が今でも5月3日に行われ、それに続いて、ミザが挙行される。鉄道ベイブラ・ハーナウ線の建設に伴い、1867年に、 フリーデン駅が建設された。この駅は当初終着駅であった。伸びた山の尾根を克服するために1873年に旧カーブを介してエルム駅に接続した。この鉄道開業はこの街の経済発展を促進した。1882年にフリーデナー貸付基金協会が設立された。これが 現在のライフアイゼン銀行フリーデンエッグの前身となった。1938年11月8日のユダヤ人排斥運動によりシナゴーグが荒らされた。第二次世界大戦終戦後、旧ドイツ東部領土から約1000人の追放された人々がフリーデンに流入した。ヘッセン州の地域再編に伴い、1972年4月1日に、 それまで独立した町村であったブヒエンローとヘイフーントハイとマークトロス、シュトックがフリーデンに合併した。同年8月1日にリュッカースとシュベーベンが州法に従ってこの町に加わった。町の建設1175周年を記念して1981年にスタジアム、パドル回避、祝祭広場、 公園を有する広さ7.5ヘクタールのスポーツレジャー公園、アムバイアーが設けられた。1995年、連邦道 b 4十五線沿いにフリーデン、南産業地区が建設され、住宅展示場や医薬品流通業者、グリースハーバーロジスティックスの流通センターが設けられた。この産業地区はますます利用者が増え、2007年にオープンしたアウトバーンのインターチェンジ近くに、 別のフリーデン中央産業地区が建設された。主流であるフリーデン集落の広く知られているニックネームクニクライクについては様々な伝承がある。ナポレオン・ボナパルトに対する解放戦争の時代、ドイツ全土から若い男たちが兵役についた。ある将軍が様々な地方から参集した兵士たちに名前と出身地を聞いた。兵士たちは ザクセン王国、ベストファーレン王国、プロイセン王国などと答えていった。こうした兵士の中にフリーデンの出身者がいた。フリーデンは当時たびたびその貴族を変えていたため、彼は自分の故郷がどの両方に属しているのかわからなかった。彼はしばらく考えた後、ヨハン・アダム・クルーク、フリーデン王国と答えた。二つ目のアネクドートは、 フリーデタールの高台の村の建設作業員たちの話である。彼らは世紀の変わり目頃にラインマイン地方で働き、フランクフルトの半分を作り上げた。彼らが週末に帰省するために、フランクフルト中央駅ではフリーデン行きの切符が売り切れたため、出殺係がフリーデンというのは大きな王国に違いない。と言った。王国の王冠は、 地域史的に重要な意味を持つため、フリーデンの紋章に取り入れられている。1995年から2006年まで2年ごとに王が選ばれていた。これは、ケーニヒライヒフェストの遊び半分のイベントで、各地区からの立候補者の中から、観客の投票で選ばれた。王の仕事は、街の内外で、フリーデンを代表することで、その立場は、ワインの女王や、その他の、 の王と同様であった。軽にライヒフェストの開催も、新しい王の選出も2006年以来廃止されている。1970年以前は特に記述がない場合、合併前のフリーデンの人口である。フリーデンは、古田軍全域と同様、ローマイコールカトリックが有力で、住民の70%が、ローマイコールカトリック、13%が、福音主義。 17%が、その他の宗教を信仰しているか無宗教である。フリーデンの聖護は教会カトリックフリーデンには3つの、ローマイコールカトリックの教会組織がある。これらは、古田市教区の違法ンリューダー主席主催区の、フリーデン、ハウスブルーツ救世主、キリスト士牧連合に属している。フリーデンの福音主義教会福音主義この町には、福音主義教会もある。 クールヘッセンバルデック福音主義協会に属すフリーデン・ノイホーフ協会は2008年8月15日からホルガー・ビーンが牧師を務めている。この協会の管区は町内全域とノイホーフやカルバッハに属す集落アイヒエムリーとハウスブルツ、カウペン、ロムメルツ、ファイトシュタインバッハ、バイデナウに及ぶ。この協会は1938年の 水晶の夜によって既存されるまでシナゴグであった。この建物の歴史を生き生きと語り継ぐために2018年からのフリーデン福音主義教会の内装改築に伴いアメリカ人女性マリー・アリエルの寄付によりドイツ人を祖先に持つアメリカ人芸術家バーニー・ザイツによってステンドグラスの新しい窓が作られた。エキュメニズムのヤコブの道町内を フルダからマインガーまで長さ1 2 5トルのエキュメニズムのヤコブの道が通っている。この道はフリーデンからリュッカースへ向かい、シュタインカンマーやブラインテンフェルトを通り、ディステルラーゼンを越えてシュリュヒテルに至る。この巡礼の道はウクライナからスペインまでの街道網である、ビアレギア街道システムの一部である。ユダヤ教フリーデンにはユダヤ教会があった。 フリーデンのユダヤ教コミュニティは公式には1824年に組織された。1876年、この町にユダヤ人諸島学校が開校した。かつてのフリーデンのシナゴーグは現在もヒンツアーガッセ三番地にあるが、1950、51年に福音主義教会に改築された。1905年に設けられたユダヤ人墓地はフリーデン町内の高台。 ノイホーフとフリーデントの間の修道沿いに現在も残されている。フリーデン町役場、フリーデンの町議会は25議席からなる。フリーデンの町長はクリスティアン・ヘンケルである。2012年3月11日の町長選挙で彼は56.4%の票を獲得し当選した。紋章は1969年11月20日に ヘッセン州内務省の認可を得た。図柄ラ、緑地。銀色の波打つ、斜め体。上部に多色の宝石と赤い裏地を持つ、洋上の冠。波体は、フリーデ側の紋章学的表現である。写実的な冠は、この町のフリーデン王国としての歴史に由来する。確かで、学術的な歴史的裏付けがないにもかかわらず、ヘッセン州内務大臣は、 マールブルク州立文書館の推薦により、フリーデンの個性的な印を表現するものとして、街の紋章に冠を描くことを認可した。旗は、2本の細い緑色の帯で挟まれた白い地に、街の紋章が描かれている。ドイツ赤十字社音楽、ファンファーレ対ルッカース EV ルッカース地区には、ドイツ赤十字社音楽、ファンファーレ対ルッカース EV がある。 このクラブは音楽賞のプログラムによって町外にも広く知られている。この楽体は世界陸上選手権のオープニングでベルリンのブランデンブルク門前で演奏を行った。また、シュトットガルトやミュンヘンでの連邦音楽パレード、ミュンヘンのオクトーバーフェスト、バートエムスのブルーメンコルゾ、ボルムスのバックフィッシュフェスト、シュパイアーのブレーツェルフェスト、ツビーゼルのグレンツラントフェストで演奏を行っている。 オーストリア、スイス、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、オランダなど、国際的に活動している。リュッカースのマリア飛翔店協会シュタインカンマーから、リュッカース集落スポーツレジャーゲレンで、アムバイアーフリーデン町内には、広さ7.5ヘクタールのスポーツレジャーゲレンで、アムバイアーがある。この施設は1981年に、 町の1175周年を祝って建設されたもので、スタジアム、祝祭広場、パドルボート用の池、公園を備えている。これに隣接して SV ブルホニアフリーデンのスポーツ施設、テニスコート、サッカーグラウンドがある。このグラウンドで,で、ヘッセンリーガの試合が行われている。保養地、水源地、シュタインカンマー町内には、 地質学上及び植物学上興味深い保養地、水源地、シュタインカンマーがある。シュタインカンマーは、ヘッシャーレーン自然公園内に位置する、景観保護地区で、ヘッシャーシュペッサルと自然公園に接している。ヘッシャーレーン自然公園の遊歩道は、緑地や小川沿いの紅葉樹林あるいは新葉樹林を通る。アイゼンキュッペルの熊市での木、フリーデン町内のアイゼンキュッペルには、 自然文化財に指定された熊市での老木が自生している。もう一つの自然文化財に指定された熊市での木が、リュッカースとヒュッテンとの境界に面したシュタインカンマー、ヘルマンス・ビンケル保養地、水源地にある。フリーデン町内には100を超えるクラブ、境界が存在する。主流のフリーデン地区には4つのスポーツクラブがある。SV ブーニア・フリーデンには、テニス、 卓球、サッカーの部門がある。TB、フリーデンには、ハンドボール、バレーボール、陸上競技、柔道、その他の部門があり、ハンドボールチームは、ランデスリーが北地区に参加している。SV のサッカーチームは、5番目のクラスである、ヘッセンリーガでプレーしている。この他に、射撃クラブのフリーデン射撃ギルドと、フリーデン乗馬クラブがある。体育館では、 フリーデタールシューレに繋がっているクライスシュポルトハレ、フリーデン体操クラブが建設、運営している TB ハレとリュッカース基礎家庭学校の体育館が利用できる。クライスシュポルトハレと TB ハレにはハードコート、または芝のグランド及びビーチバレーコートが付属している。また、スポーツレジャーパークには陸上競技のスタジアムや SV のテニスコート及びサッカーグラウンドがある。 フリーデン町は、フリーデンとリュッカースとの間のアイゼンキッペルの南斜面に位置するラントリュッケン屋外プールを運営しており、近隣の町から多くの客が訪れる。遊歩道網の全長は170キロメートルを超える。フリーデンは、集落の周囲に工作地や牧草地が広がる農業と手工業の町である。フリーデン南産業地区、インバヤー産業地区、 フリーデン中央産業地区が企業進出の基盤となっている。フリーデンの企業の多くが経肉らい非フリーデン経済利益団体フォーラムに参加している。このフォーラムは独立した連絡情報プラットフォームとして利用されており、フリーデンにおける企業環境をさらに発展させ支援している。1995年にオープンした 広さ14万6000平方メートルのフリーデン南産業地区には住宅展示場と薬品流通業者グリースハーバーロジスティックスの流通センターがある。この産業地区の付加増大に基づき2007年のアウトバーン開通に伴ってそのすぐ近くのフリーデン地区等端に広さ7万5000平方メートルのフリーデン中央産業地区が設けられた。ケルテライエルム社は ローナープロダクトで広く知られている。サイバーマーケットのエレクトロイコールアッツ GMBH はドイツ、全土向けの配送部門を有している。G5GMBH は5つの大陸で、プロジェクトマネージャー、鑑定人、一般業務受けを営業として活動している。フリーデンは、昔から、フランクフルトからキンツヒタールを経由して、フルダへ、さらには、 ライプツヒにまで至るビアレギアソインの交通の便は良い場所であった。近代になっても、ラインマイン地方と、古賀や北方とを結ぶ重要な道路や鉄道路線がフリーデンを通っている。東西ドイツ分裂時代には、南ドイツ方面から北に向かう南北の最短路がフリーデンを通っていた。ドイツ再統一以降、交通は次第に他の路線を通るようになっていったが、 そのためのドイツ東部への交通の接続の重要性は増している。ドイツ中央部に位置するフリーデンはラインマイン地方から約 100km 上級中心都市のフルダから約 20km の距離に位置しており上位の公共鉄道網や道路網で結ばれている。公共旅客近郊交通はラインマイン交通連盟の運賃地域に従っている。フリーデン駅鉄道 フリーデン駅は、1868年12月1日の路線完成から1914年のディステルラーゼンイコールトンネル開通まで、近地ヒタール鉄道の重要な駅であった。フランクフルト方面に向かう重い貨物列車はエルムへの急な上り勾配のために、ここで追加の補助機関車が増結された。この駅にはそのための操車場が設けられていた。 ディステルラーツェンイコールトンネル開通後フリーデンは、フルダから来る、近地ヒタール鉄道から、フランクフルトアムマインへ向かうフリーデンゲミュンデン線が、分岐する分岐駅となった。現在の計画で、フリーデンは、ハーナウビュルツブルグ、フルダの拡充、新設路線にない。道路2007年10月12日にシュリヒテルン北、ノイホーフミ間が開通して以降、フリーデンは、 アウトバーン A66 号線、フランクフルトアムマインフルダ線のフリーデン、インターチェンジに面している。それ以前は、シュリーヒテルン北とフルダ南とを結ぶ連邦道 b 4 5号線がこの街の中央を通っていた。この道路は A66 号線と A7 号線との連絡路として、フルダ付近で渋滞を頻発していた。フリーデンを通るアウトバーン開通後、 この連邦道は修道に降格し、一部は道路幅が縮小された。自転車道リューデスハイムアムマインから単へ至るヘッセン、広域自転車道 R3 号線は、レーン方面へ近地一歩通り、シュルヒテルンとの違法フとの間は、旧連邦道 B40 号線沿いに伸びている。医療、健康分野では、フリーデンには4件の診療所と4件の司会員、及び1件の獣医がいる。 高度医療は、隣接する、上級中心都市フルダに、数多くの専門委員があり、フルダに2委員、シュルヒテルに1院の総合病院がある。フリーデタールシューレ3号棟、メンシェンキンダーフリーデン協会の託児所、ディークライネシュトロルヒエトフリーデンの聖マルティン及び、西洋ゼフ幼稚園、リュッカース幼稚園とマークトロスの聖ニコラウス幼稚園が、就学前の子供のケアを行っている。 フリーデンには380人の児童が学ぶ基礎家庭学校フリーデタールシューレがある。この学校に養護家庭も設けられている。この学校は3棟の校舎で構成されている。最も古い建物は20世紀初めに建設されたもので元々は教員宿舎であった。他の2棟は1950年代と1970年代に建設されたものである。 スポーツ学習は併設された軍立体育館で行われる。この学校の起源は17世紀に遡る。当時は教会のサービスとして教区全域の学校教育を担っていた。18世紀にリュッカース、マークトロス、シュベーベン、ヘイフ、ハイトに固有の学校が設けられた。20世紀初めから1973年にノイホーフの総合学校が 中等教育を担うまで、基礎家庭学校及び本家庭学校の生徒はフリーデンで学んだ。その1年後に、シュベーベン、ヘイフ、ハイト、マークトロス、デンゲスミューレの基礎家庭学校が廃止され、生徒たちはフリーデンの基礎家庭学校に編入された。その後、リュッカースのシュタインカンマーシューレが独立した学校として設立された。その後の中等、 高等教育については、ノイ・ホーフの総合学校、フルダの一般義務ナジウム5校及び、職業義務ナジウム3校、職業学校3校が行っている。フリーデン教会区は1907年から、教会区、町立図書館を運営している。この図書館は、フリーデンの司祭館に約5000点のメディアを収蔵しており、ュベーベンの公民館に文書を有している。ありがとうございます。